野崎チャンネル。じゃこんにちは。さあ今日はですね、はい、パリーグに続きましてセリーグのビックリマン選手というところをね、発表していきたいと思いますけど、はい、まずは巨人はですね、松原ですね、うん、まあ、今年ね、はい、松原27試合連続安打、うん、で、球団2位タイ記録に並んで、まあ、1位は張本さんの30試合が最多連続安打らしいんだけど、はい、で育成出身としては先頭打者アーチ初、はい、うん、で巨人の育成選手として球団初となるシーズンの規定打席到達で、しかも今年はね、まあ、外野にテーブズっていう外国人選手来て、はい、うん、で丸がいて梶谷が FA 来たから、去年あんなに頑張ったのに今年ひょっとしたらまた出るとこないんちゃうかっていうようなところだったのに、はい、しっかり梶谷が怪我したりとか、うん、テーブズも怪我していなくなったとか、丸が不調とかいうとこもありながら、はい、外野でね135試合出場して、うん、118安打2割7分4厘ホームラン12本っていうね、はい、活躍は非常に素晴らしかったんじゃないのかなっていうね、うん、いやそうですね、だからポジションない中からの一気にレギュラー取りだからね、つかみ取りましたね。来年どうなるんだろうね、これでもまだ確約してくれなかったらきついね。そうです、今年こんなに頑張ったのに、ね、しかもしっかり結果出して、うん、ちなみにプロ野球新記録は33試合連続安打が高橋芳彦さんなんですよ。あ、そうなんですか。だからまだそこまでは6試合あったんですけど、それでもね、はい、球団2位タイの27試合連続安打も含めて、うん、まあ、ここまでねホームランもしっかり打ちながら活躍してね、うん、いやどうなんだろうね、今年まだ確約じゃないのかな、こんなに頑張ってんのに。ジャイアンツだからね。そうなんですよね、多分外国人も来るだろうし、怪我してる人が戻ってきてキャンプでその人がアピールとかしてたら、じゃあこっち使っちゃおうかなとかなっちゃうんですか ね、 でもたまっちゃうもんじゃないので。そうですね、でもまあ今年1年ね、うん、はい、その途中の最後終盤ね、ちょっとあのクライマックスシーズンね、ファイナルではちょっと打てなかったんですけど、はい、まあ、1年間当初はね非常にナイスバッティングでびっくりしたなっていうね、うん、続いて、はい、中日福留です。おお、これどうしてですか。いやもうあんなおじいちゃんなのに。おじいちゃんとか言わないでくださいよ。いやいや本当、俺の一つ下なのよ、うん、だから今44歳、はい、で同期入団、うん、でまだ走れてるからね、まあ、守備も飛んだり跳ねたりしてるし、うん、成績としてはね2割1分8厘、はい、ホームラン4本とね、うん、出してるわけじゃないけども、うん、90試合出場してね、うん、あのまだ走るの、はい、ダイビングキャッチ守備まだまだ元気すごいね、うん、動けてますね。そういった意味ではもうそのなんかもう超人的な頑張りにびっくりよ、はい、ね、そこのびっくりですね、うん、で山本マスターがね、はい、50歳行ったからもう野手でも行ってほしいね。そうですね、うん、今44歳でしょ。野手で50までやられた方はどのいるんですか。どうだろうね、調べたらいるかもわかんないけど、あんまり聞かないですよね、うん、まあ、もしね、うん、あのスタッフの人が調べる根拠があったら、はい、今テレップで下に出てます。はい、これも出てないかばかりですね。そうですね。あ、そう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 、はい、でもう一人、はい、木野拓です。うん、里崎賞受賞してますから、はい、いやもう今年はすごい頑張りましたね。びっくりびっくり、しかも全部フルマークだからね、はい、里崎賞の、うん、そういった意味ではやっぱ今年1年間ね完璧な仕事を成し遂げたことにはね、はい、でしかもフルマーク初だったからね、はい、そこはもうびっくりだね。はい、うん、全項目クリアしたんで、ね、そうだね、うん、で続いて広島、はい、坂倉です。おお、はい、やっぱりね、だって一時首位打者だったからね。そうですね、うん、最後もだから3位ぐらいに落ち着いたんじゃないの。 3.19 2位だよ、2位、2位か、3割1分5厘、2厘差。おお、2厘差で2位、鈴木誠也が首位打者で、はい、で今年はねしっかりホームランも12本打って、うん、132試合出て、はい、まあ、ファーストとねキャッチャーも併用っていう形になったけども、今年どうするんだろうね。そうですね、でもキャッチャーとして言ったら打てるキャッチャーなる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 、ね、いいですけどね。でもやっぱびっくりよ、うん、あの打撃3割5厘、うん、そこまで打つとはっていうね、はい、これはもう期待だね、うん、あともう一人が、はい、栗林ですね。防御率0点台ですからね、はい、やるやるとは思ってたけども、うん、あそこまでの大活躍はなかなか思わなかったですね。しかもセーブ機会失敗してないんですよ。そう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 、それめっちゃすごいですよ。それはもうマジびっくりよ。でもメンタルの強さにもびっくりですし、うん、で新人王をね、はい、獲得したっていうところではね、まあ、まあ、いくらね社会人出てきてるとはいえね、うん、ルーキーだからね、はい、まあ、このね、うん、頑張りっていうところはね、はい、非常にびっくりしたなっていうね、素晴らしいの一言です、うん、本当に。さあ続いてDeNA、うん、桑原ですね。おー、だって崖っぷち選手に選ばれててもう今もうタワマンよ。そうですね、タワマンでコーヒー飲んでるから、うん、だから3割打ちましたしね。そう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 、うん、そのねこの大逆襲、はい、そんともう一気にね、うん、ポジションなくなっちゃうぞっていうね、うん、
ぐらいの時からもうレギュラーになって3割打って、はいうん、途中シーズン中ちょっとポカあったりね、はい、なんかあのしましたけども、うんまあ、1年間通してねしっかり結果残したっていうのはびっくりだね、うん、ここまでだって崖っぷちからここまで来る、はい、だって崖っぷちからタワーマン行くってびっくりもびっくりだからねそうですね一発逆転大逆転みたいな、いやお前何の話していいんやっていう人にはね、はい、ちょっとこの崖っぷち選手のやつ見てもらっていいですか、はい、そうですねそれ見ないとタワーマンって何の話やってなる、何が崖っぷちからタワーマンってどういうことやねみたいなね、はい、あとはね、はい、マーキジェイコフね最初出て途中ちょっとベンチ外れたりして、はい、でまた終盤ね、はい、もう怒涛の本当栗林か牧か、ね、新人王どっちなんやっていうぐらい球団の新人最多安打記録更新で打率も3位、はい、っていうところでね非常に素晴らしいホームラン22本でしたね。この活躍はすごかったですね、うん最初はねもうサトテルが新人王一直線なんじゃないかってね、いやもうほんとサトテルちゃうかってねもう思ったら一気にね、はい、落ちてきて藤林もドーン上がっていってね、はい、非常に今年のね新人の争いもねちょっと、ね、そうですね激しかったなっていうね、でも今年新人争いがすごい激しかったので今年じゃなかったら余裕で楽勝ラン楽勝でしょ、うん、ねえやっぱそのねこう、まあ、頑張るかなと思いましたけどここまでの頑張りはびっくりですね、まあそうですね、ついでねもう一人 DeNA、はいうん、東氏、まあ、トミー・ジョンから復活して、はいまあ、そんなシーズンね終盤しかちょっと投げてないんですけどす、ね、いや投球内容の良さ、うん、援護点なくて1勝しかできなかったですけど、まあ、3、4勝できたんちゃうかっていうぐらいのね、はい、ピッチング内容、うん、今年にはかなり期待できる、あのこの復活劇にびっくりだね、はい、あそうですか、良くなって帰ってきたんちゃうかっていうぐらいのちょっと投球だったんで、うん、そういった意味ではちょっと今年期待したいなって、ね、はい、じゃあ今年はねいけそうですね、そうですね、うん、で続いて、はい、阪神、はい、佐藤輝明です。おいやいや、まあオープン戦とか見てて、はい、まあ、どんな感じかなって言ったら打つわ打つわ1試合3発いってたからね、あれびっくりしましたね、メットライフでね、はい、で途中のね50何打数ノーヒットもびっくりしたけども、うんうん、はい、でもまあルーキーとして考えればよ、この1年間の頑張りっていうのは非常にね素晴らしかったなっていうところもあるし、50何打席打ってないけど二十数本ホームラン打ってるわけですからね、しかも打率も別に1割台とかなってるわけじゃないからね、はい、そこそこの保ってるのあんだけ打ってないのに、うん、打率も2割3分8厘か、うん、まあ、若干ちょっと落としたね、はい、でもそれでも盗塁も6個してるから何気に足も見せてるしね、うん、101安打24本塁打打点64、うん、でホームランの24本はチーム最多、はい、っていうところでね、うん、活躍具合にびっくりだね、まあ、すごい期待されて入団しましたけど、本当に期待に応えてくれた感じで、そう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 、すごかったです。でもう一人がね、はい、高橋遥人、このね、はい、あの投球内容にびっくり、うん、打たれるときどうやって打たれるんやろなっていうぐらいの防御率 1.65、 7試合登板、4勝2敗、2完封、わすごかったよ、だってほぼ前半いなかったからね、投げてんの9月と10月だけだからね、そっか、2ヶ月だけで7試合登板で4勝2敗だから、でまた今クリーニング手術してんだけど、怪我勝ちだからね、万全だともうほんとエグいぐらいのもう井川張りの20勝ぐらいいけるんちゃうかっていうポテンシャル持ってるだけにね、今季ね、そうそう、怪我なく開幕からね、いければいいけど、そこが怪我がね、不安だけども、やっぱ投球内容には、はい、ほんとびっくりしたなっていう。うん、で最後に、はい、リーグ優勝のヤクルト、うん、はい、ね、高橋奎二でしょ、おー、これはびっくりは、はい、2軍だよ、ともちんと俺がコラボする前は、2軍で7失点ぐらいしてた、はい、それがよ、動画出した後から、うん、もう今、左のエースよ。はい、で日本シリーズで完封よ、すごかった、初完封が日本シリーズですよね、そうそうそう、うん、でしかも敢闘賞かなんかもらってよ、はい、これはもうびっくりでしょ、いやびっくりです、去年頃の今だと誰も何も思ってなかったよ、はい、一軍で投げるのかなみたいな、うん、っていうところで、うん、もうね今年はもう計算入ってるからね、はい、ローテーションの、そうですね、うん、もう奥川高橋みたいな、そう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 、うん、そういった意味ではね、はい、もう活躍は、うん、もう誰しもがびっくりしたんじゃない、うん、ね、でもう一人がね、はい、塩見、おベストナインも取りましたけどもセンター、はい、きっちり、うん、レギュラー獲得して一番として頑張ったのは帝京大学の後輩としてもびっくり、そうですね、でね、いいところでね、打ったし最後も日本一になったし、そういった意味ではやっぱりこの一番が固定されたっていうのもね、その後の山田村上が生きるっていうところにもつながったしね、ヤクルトとしては非常に大きなピースがねハマったんじゃないのかなっていうところで、この塩見のね活躍っていうのは非常にいい意味でびっくりですね、はい、ここやったじゃんみたいな、ああ、うん、さあということでね、はい、まあ、あのセ・リーグのビックリマン選手はね、うん、はい、こんな感じになりましたけども、はい、まあ、皆さんがね、うん、思うびっくりね、うん、今年こんだけ活躍したのびっくりっていう選手をね、はい、コメント欄でぜひお寄せください、はい。